BXWorks はアメリカ合衆国ウィンドリバー社が開発、販売する組み込みシステム向けリアルタイムオペレーティングシステム。BXWorks は1980年代後半にレディシステムズが販売していた VRTX への拡張からスタートしている。その後、ファイルシステム統合開発環境を追加し、最終的にカーネルを入れ替えて今に至っている。 BXWorks は高い安全性が要求される航空、宇宙、防衛の分野で広く使われている。NASA は長年この OS を火星探査機に使ってきた。1997年の MARS パスファインダーや2004年の MARS エクスプロレーションローバー上の制御ソフトウェアは BXWorks 上で動いている。このカテゴリーとしては比較的規模の大きい OS ではあるが、 QNX などのようなリアルタイムユニックスではない。VOIP、ルータ、機関ネットワーク、ロボット、産業機器、防衛航空宇宙、車載機器など比較的大型の機器で使用されている。ゲームセンター用の大型筐体ゲームにも利用されている例がある。近年では組み込み向けコンピュータの高性能化に伴い、 デジタル家電製品など、比較的小型の機器にも用いられるようになってきている。リアルタイムカーネル、ユニックスライクな機能のライブラリーでのサポートや、その他のライブラリー、CPU コアと周辺を管理する BSP などからなる。BSP を含めて、スーパーバイザモードで動作し、アプリケーションからカーネルを関数コールで呼び出すため、極めて高速に動作するシェルから、あらゆる関数を、 コマンドのように呼び出すことができ、デバッグが容易で、バグ等で発生したエラーは、トラップして動作を回復させスタックを解析して、関数の呼び出し履歴を表示する、機能等があり、極めて開発効率が高い。2001年、ウィンドリバー社がビースゲー社を買収し、しかし顧客は優れたユニックスでなく、オープンなリナックスを求めていることを知り、ウィンドリバー社はリナックスに、 方針転換をした。B3 のエンジニアの貢献で、ファイルシステム、I、O システム、ネットワーク、ドライバの根幹をなすフレームワークが確立され、最先端の技術レベルとなった。マルチコアに対する対応も、不可能と言われた SMP に対応、SMP ハードウェアを AMP や AMP、SMP 混在可能にしたり、ハイパーバイザ技術も発表し、 シングル CPU 上で Linux と BXWorks の仮想化も可能にしている。BXWorks は組み込みシステム向けとしては早くからトルネードと呼ばれる独自開発の統合開発環境が提供されておりターゲットサーバーと呼ばれる技術がアイスやツールの拡張性を高めそのコンセプトが利点として知られてきた。BXWorks はバージョン6からトルネードを捨て エクリプスベースのワークベンチと呼ばれる統合開発環境に移行した。蓄積された技術アーキテクチャは踏襲され、近年、急激に需要を増したマルチコアの技術に高視ツールの対応を進めている。特に組み込み開発特有のワークフローに着目し、最適化を行い使いやすさを追求している。ありがとうございます。